前進守備です。上、そこが奥側ですね。日本の4番バッター5番の内倉、2アウト2塁。この奥側、打席は6番の西川からです、まあ、ただ根負けしないようにし、その時マスクをかぶっていたキャプテンの岡、点取っています。小深田から連続の甲子園出場、